新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開幕の無期限延期が決まったプロ野球。選手、ファンにとってはもどかしい時間が流れているが、こんな時こそ過去の名場面を振り返り、少しばかり気を晴らしてみてはいかがだろう。ここでは、パーソルパリーグテレビ上で公開中の過去に数々の有名人が登場した始球式動画を紹介。これを見て少しでもファンの方々が心を癒していただければ幸いだ。動画スラッとした生美脚から堂々の投球、笑顔でも魅了したモデルマギーさんの始球式映像。2015年6月13日。西武対ヤクルト戦で西武プリンスドーム、現メットライフドームのマウンドに上がったのは、モデルのマギーさんだ。カナダ人の父と日本人の母を持つスタイル抜群のマギーさんは、西武ユニフォームと白のホットパンツ姿で登場。スラッとした足を上げた美しい投球フォームから堂々の投球を見せた。惜しくもアンバウンドとなったが、場内から、おー、と大歓声の声が上がっている。マギーさんの始球式後にマウンドに上がった西武先発の菊池は8回途中1安打1失点と好投。打線は初回に4点を奪って、6-4で逃げ切った。抜群のプロポーションと笑顔で魅了したマギーさんは勝利の女神となった。